ございます。どうぞステージまでお越しください。おめでとうございました。青森のこの舞台にした作品で、僕も青森出身で監督も青森出身で、そういうすごく縁がある作品でこういう賞をいただけたことは本当に監督もすごく喜んでいると思いますし、僕もすごく光栄に思っています。本当にどうもありがとうございました。おめでとうございました。ありがとうございました。小西真奈美様です。おめでとうございます。どうぞステージまでお越しください。ラバーメイドジャパン株式会社様から、フランスの高級筆記具ウォーターマンが、そして平和堂貿易様よりイタリアビチェンツァのスタイリッシュなゴールドジュエリーマルコビチェゴが贈られます。大人になってからいただける賞というのは、自分一人でいただいたわけではないっていうことが分かっている分もすごくありがたくて、なんだかみんなの代表してご褒美でこの賞をいただいて、この場に立たせていただいているような気がしていて、本当に感謝しています。のんちゃんのり弁を支えてくださったスタッフの皆様、本当に心から感謝しています。今日はありがとうございました。おめでとうございました。はい、じゃあ目線をこのセンターにお願いします。ゆっくりと目線を右側に行動をお願いします。おめでとうございます。ありがとうございます。もう賞は取り慣れていらっしゃると思いますけれども、今日のこの、ね、男優主演賞はいかがですか。本当に光栄に思います。やっぱり自分にとって、青森を舞台にした作品なので、僕も青森出身なのですごく印象に残った作品ですし、監督も青森出身で、すごく縁を感じた作品でしたので、本当に僕の実力とかではなくて、やっぱり監督のおかげだなと思ってるんですけども、本当にそういう作品で賞をいただけて本当に光栄に思ってます。それから今回はこの大きな車がプレゼントということですけど、はい、今までありました、こんな大きな車のプレゼント。いえ、ないです。はい、だからすごく嬉しいです。2台目になってしまうんですけども、その大切に乗らせていただきたいなと思ってます。はい、男性は新しい車を運転するときっていうのは、一番最初は助手席はやっぱり一番大切な人を乗せると言いますけど、はい、どなたを。大切に思っている人を乗せたいなと思ってます。はい、やはり小雪さんです、一番最初。そうですね。はい、でも喜んでくださってるんじゃないですか。そうですね。はい、本当にすごく素晴らしい車なんで、本当に大切に乗らせていただきたいなと思ってます。今回の受賞は小雪さんにはもう報告されたんですか。そうですね。はい、どんな言葉をいただきました。本当に賞をいただけて良かったっていうふうには言ってくれてます。助手席に一生乗せてあげられるのも小雪さんですね。すいません。